ライト天井が青なの。まあでもあれか。で止めることもできます。今回はドラマです。みんな自分のそれぞれドラマがあって、まあ、就職した時とか恋愛している時とか、まあ、日常の中でもたくさんのドラマが繰り広げられていると思うんですけども、そのワンシーンワンシーンでアメリの服を紡げたらなと思ってます。今回の見どころはなんか 今までよりクラシックなデザインが多いのと、ドラマってあなたが女優ですよっていう意味も込めてるんですけど、本当にその服を着て主人公になれるような洋服を作ってます。海外に行けなかった分、東京のヴィンテージショップっていうよりは関西の地方のヴィンテージショップでインスピレーションを探したんですけど、ヴィンテージのものにインスピレーションを受けて今っぽくアップグレードしたようなお洋服のデザインに落とし込んでます。アイテム軸として今季新しいなと思ってるのがショート丈のアウター。うちっていつもロングでズルズルしたのが多かったんですけど、アウターだったりとかトップスも短めのものが多くてレイヤードスタイルが多かったりとか、カラーも、まあ、SS ちょっと派手だねっていう声もあったんですけど、もうちょっと大人っぽい派手なブルーだったりとかピンクが刺されてるものが多いかなっていう印象です。ということでコートから始めます。お願いします。デビューのオーバーコートというものなんですけど、まあ、本当に見た通りオーバーめに作ってるコートで、今年らしいちょっとここの前立ての部分がカーブしたパターンっていうのが、あの着た時、締めた時、まあ、ショーちゃんも締めてくれてるんですけど、あのポイントになるのと、脱いだ時もあのちょっとここら辺が波打ったような感じに開くのが、この素材の落ち感とか柔らかさがすごい味が出るポイントになってます。めっちゃ可愛くない？オリジナル開発のカスタマイズ素材の、国内産のウルコートになります。何がサスティナブルかというと、今年は、去年のアメリのウルコートを作成時に受けたあの切れ端を原料としてあのウルコートに落とし込みました。裾がクレームのシルエットで女性らしくモードのデザインに仕上げています。で、後ろのあえて表に出したダークスティールのポイントです。ブルーがいいと思う人手挙げて。ライト天井部が青だね。7 9 10 11。パープル1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12。いいなぁ。パープル言われそうな気がするな。ナポレオンディティールフレアコートというアイテムになります。で、これは生地をまず国内製の生地をブルの生地を使っていて、で特徴としては柔らかさとあと綺麗な落ち感。この名の通りナポレオンから取っていて、ここの襟の部分だとかあとボタンのちょっとデザインが入っているのがポイントになっています。ここがカフになってキュッてする感じになります。で、ボタンはもう4つついてるんですが3つになります。それさ、どうカフじゃなくてもいいの？こんな使わない。でも可愛いと思います。そうの方がいい。甘くしなくても、うん、やっぱり久しぶりの右掛けこれってメンズライトになりがちなので、それをかぶると思ってレビューを書くしない。右掛けなんでママさん世代って感じで、裾についちゃう心配とかがあんまりないのが面白いポイントだと思います。で、色展開がダイニングとネイビーとあとブラウン。今季のボアロングコートで、着方としては、一応このベストのみで着れる。で、このショートボアコートとしても袖だけ通して着れる。で、今枝ちゃん中に着てもらってる状態が多分一番着やすいんですけど、まあ長袖でも着れる、上にこう着てこういう感じでも着れる。でもちろんリバーシブルなんで、例えばだけど中だけスウェードにしてあのボア重ねるとかも可愛いし、で結構本当に何通りでも着方が楽しめるっていうのがポイントです。ブラック1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109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 
四五六。ねアイボリー。一二二。ブラウン。一二三四五。五。グリーン。はい。一二三四。そう。ブラウン二人やった。ブラウン違うわ。レーザー。え？レーザー。二人やった。二人やった。パソコンでちゃんと見た方がいい。めっちゃ売れたら刺せばいいんじゃない？これを。めっちゃ可愛い。これ誰か見て、レサって。コンセプトラインドの胸の体重障害を使用した5番サイズの胸の障害になります。で、ケラチンのメロサリーとビタミン層の体にこだわってオリジナル素材を作りました。襟なんですけど、普通で使用となっています。で、日本語も結構広めで、袖幅も広めなので、だから一つのことになります。最後に言われるか、なんかこれ近いの。ブラウン。あー、すごい。グリーン。これやな。クイックレザーの天気にだけここです。ちょっとギャザーが寄ってたり、クシュッとしたものが結構トレンドで、この辺にすごいギャザーをわざと寄せて丸みを出すっていうのを今年はやってみました。袖だったりとかも、まあ、去年もたっぷり撮ってたんですけど、どっちかっていうといつものバナナ袖っていうよりはパフになるような、本当に全体的に丸っこいシルエットをクイックレザーで作っている感じです。ブラックとキャメルとブルーの3色の展開になってます。でこの後、もう一個ショート、めっちゃショートのレザージャケットが出てきて、できたら色合わせたいなっていうのと、ちょっとそれの後でご相談させていただきます。で、今ちょっとエンボス系の素材も人気なので、こういう感じのケアウター、ちょっとミリタリーだけど女っぽいみたいな感じの感じで作ってます。普通のショートなのとめちゃくちゃ軽いのと、あと一応ここボタンをかけれるので、まあ、スタンドっぽい感じでも着れます。はい、はい。一応なんかマハン袖ジャケット、それのフォルムガールバージョンで、じゃあ選択肢はこれの裏を黒で、黒バージョンとこのままバージョンと、このチェックをこっちにして、こっちを裏を黒とボルドーにしたバージョンね。これとこのチェックでこれがあったり、これと黒だったり、でグリーンはそのまま生かして、で素材軸はこっちのちょっとハリカン系になります。でこれが、レザーのさっきちょろっと言ってた色統一したいっていうものなんですけど、カジュアルに楽に着れるレザーを作りたくて、1枚革風にして作ってます。シャツとかとレイヤードしてトップス感覚で着ていただけるようなアイテムになってます。カーキでいくかブルーでいくかって感じです。ブルーもかわいい。ブルーおかきブルーなんだ。かわいいですね。ありがとうございます。身ごろと、袖部分のぷっくりとした刺繍の刺し方がヴィンテージらしくてこだわった、ポイントになっています。袖の端のレース使いやスカート部分のレース使いなど2種類のレースを使用していたり、ピンカップ使いや袖口 のネットツール使いのめっちゃ売りたいけど、このつまんでる感じってことちょっと挟んでください。口差しのかわいい、うん、かわいい、これになります。クレームスカートとナルトレスカートが入っています。結構かわいらしい印象のものが多かったんですけど、あえて今回ベルトと合わせるということで、縦にシルエット、かなりモードな印象に戻しております。ブラウンとパープルのサンジャックテンパイです。大人のユーズセットのそうですね、オケーションにいけそう。胸元部分のタックルフィールと袖部分のタックルフィールが女性らしくて、モードな印象のディティールが入っています。
足の裾の太さは可愛いけど上ちょっと柔らかいからもうちょい上スリムで1000フレームぐらいの方が下がってるスリムで2等辺のコーデュロイのジャケットとストレートのパンツになります。ストレートラインであんまりサイズが大きくせずに縦を強調したシルエットで作っています。しないがいいかな。スウェットと相反する結構甘めのレースをドッキングするっていうちょっとアメリカっぽいアイテムにしてます。で、中身がついててトップス で、あえて肉黒にしたりとかこのレースの色と合わせてるのが特徴になってます。スカートも同じようにしててレースなんですけど後ろ側はスウェットになってて、まあ、ちょっとありそうでなかった変化球フェミニンみたいな感じのイメージです。バックオープンフリアドレスというアイテムになっております。後ろがポイントになっていまして、下着をこうギリギリ見えないようなところがちょっと配慮していて、で程よい抜け感があるようなデザインになっていて、デミフリアのシルエットにしているので、デイビーでオケーションとかにも全然着ていける、着ていただけるようなアイテムになっています。カラー展開はブラックカーディの SM 展開。来年のベルワドッキングドレス枠もうこれだけで完結するのと、今までなんて言うんだろう、袖すっけすけのが多かったんで袖もしっかりカバーできて袖付きっぽく見せれるっていうのがポイントになって、ここも今まで結構甘めのカットラインだったんですけどちょっとモードっぽいウェーブラインに変えてるのと、パッドが付いてるっていうところです。で一番ポイントでこだわってたのがこの背中をパッドつけたんでバックリ丸開きにしてるんですよ。こういう感じで、でこのボレロを着ることによってこの円がちょうど綺麗に見えるっていうパターンをずっと結構研究しながら組んでいて、これを着るとちょっとなんていうの背中が見せやすくなる、てめのカラーが多くてオレンジのブルーなんですよ。どうですか、どっちがいいと思いますか。ベージュはやるよね、多分やりますか。ちょっと TM の発表会とは透けそう、オレンジで大丈夫そうです、うん、はい、じゃあオレンジで、マスクドレスワークみたいなシンプルなフレアなんですけどオリジナルフィッシュにしてて、まあ、このカラーリングとかもまずちょっとアメリっぽいカラフルなカラーで作ってるのと、チェック柄も普通に持ってるんではなくてちょっと表面変化のある凹凸感のある折りにしてるのもポイントなのと、あと後ろが、こんな感じで、すいません、デカ涙開きにしてます。でちょっと相談なんですけど今普通の多分カップ付きのブレットサミキルとこれぐらいになっちゃうんでもうちょっと丸小さくした方がいいですか。離れがすぎて触らへんとかなんかやれます。割と形は普通だからなんかちょっと癖あってもいいかなと個人的には。これはちょっと大きめでいってもいいですか。パープル欲しい人、グレーこれじゃないですよね、オレンジだよね。じゃあブラウンとオレンジ。今日全部それぞれカラーとかも見たんですけどめっちゃ可愛くて、特になんかアウターが今までのなんかラインナップよりも結構いろいろ丈とか、まあ、デザインもそうだし素材もそうだし結構振り幅というかが多かったイメージです。私的にはレイサさんがやってるこうオーバーコートみたいなのがあって、こうステッチが配色になっててこう湾曲になってるこうバサッっていうコートがあるんですけど、グリーンがめちゃめちゃ気に入っています。騒いでいました。楽しみですね、みんなの反応も含め皆さんの見ていただいているお客様の反応も含め楽しみですね。結構いっぱい欲しいんですけど、ボアコートは毎年買ってるからどれかは絶対ポッションかな。私のコート系は結構シャギーのロングのコートめっちゃ可愛かったです。何色ですか。ブルーかグリーンで迷ってます。
V にしたらね。了解です。ベロース団に。